さ、昭和のテレビ漫画番組において最も数多く主題歌を担当した作曲家は誰かということを調査するランキング、いよいよその最終回、本日はベスト3の発表でございます、ね、最も数多くの番組において主題歌を担当した作曲家は誰なのか、昭和のテレビ漫画においてという、ね、今まで誰か調べてそうでおそらく誰も調べていなかったことをここにおいていよいよ私が調査発表いたします。でベスト3につきましてはですね、皆さんね、拮抗してるんですよ。これなんか測ってんじゃないかっていうぐらい皆さん拮抗してるんです。嘘だろっていうぐらい拮抗してるんですよ。ちなみにね、第4位が山本雅之さんで20番組でした。で第3位の方は何番組かというとですね、一気に33番組になります。山本雅之さんの下とかは割とね、こう そちらはそちらで拮抗しておりまして、山本さんが一等抜ける感じで4位で20番組行ってましたけど、ベスト3は皆さん30番組以上担当してます。もうぶっちぎりです、ね、まずじゃあその第3位の方、この方です。小林亜星さん。もうね、この方がベスト3に入るだろうっていうのは、ある程度昭和のテレビ漫画に興味がある方だったらね、想像していたと思います。小林亜星さん。まず最初は、狼少年兼、ね、テレビ漫画第4作ですよ。昭和38年。第4作、ん？第4作だっけ？ 1 作目がアトム、それから鉄人、エイトマン。まあ、千人部落っていう大人向け入れると、5作目か。ね。狼少年兼。これが、小林亜星さん。もうだからもう本当に初期面ですよね。テレビ漫画主題歌作曲の初期面です。で、それだけでなくずっと関わり続けてね。ということなので、まあ当然のように多いというかね。しかも、亜星さんの場合ね、もう親しまれるメロディーが目白押しなので、まあ、ずっと使い続けられたというところはあるでしょう。ね、狼少年剣の次はハッスルパンチ、魔法使いサリー、そしてキングコング、親指トム。これね、キングコング、親指トム、両方とも亜星さんなんですけど、実はこれ一つの番組なんですよ。キングコングと親指トム、キングコングが2本入っていて、間に親指トム1本入ってるっていう、30分の中で3本入ってるっていうね、そういう形式だったので、キングコングと親指トムで一つの番組です、これは。それから、秘密のアッコちゃん。次にサザエさん来てますけど、これはあのもちろん再放送の方ですね。あのオリジナルっていうかな、本放送版はもう堤恭平さんの主題歌がずっと使われているので、これはあの3作目の主題歌かな。運命の歌の次の愛しすぎてるサザエさんですかね。それからその時のエンディングのサザエさん出発進行を担当していらっしゃいますね。そしてキックの鬼、科学忍者隊ガッチャマン、ハゼドン、ドロロンエンマくん、漫画日本昔話。これはですね、終了主題歌がいくつかあるんですけど、その中で非常に有名なあの人間っていいな、いいな、いいな、人間っていいなのあれを小林亜星さんが作曲してるんですね。あとまあ平成に入ってからの、番組末期のみんなで誕生日、あれも亜星さんみたいですけどね。それから宇宙の騎士テッカマン、ゴアッパー5ゴーダム、超電磁ロボコンバトラー V、ブロッカー軍団4マシンブラスター、超電磁マシーンボルテス5、超スーパーカーガッタイガー、女王陛下のプティアンジェ、宇宙魔人大剣豪、花の子ルンルン、未来ロボダルタニアス、科学忍者隊ガッチャマンファイター、宇宙大帝ゴッドシグマ、怪物くん、これはカラー版の方ですね、新鋭動画版の怪物くん、それから百獣王ゴライオン、アサリちゃん、ザ・カボチャワイン。これはですね、開始主題歌のあのエルはラブリーあるでしょ、あれは魔界野さんがやってるんですけど、
まあ、終了主題歌の青葉俊介ザ根性と、それから新終了主題歌のパンプキンナイト、これを亜生さんがやってます。エンディングだけですね、亜生さんがやってるのは。それから福ちゃんね、それからコテング天丸で、次にとんがり帽子のメモル、これは開始主題歌はね、すでにランキング入っていた古田義明さんがやってますが、終了主題歌の優しい友達の方を亜生さんが担当しております。それからプロゴルファー猿ね、でバグってハニーで、秘密のアッコちゃん、これはもう昭和末期にリメイクされた新シリーズですね、第2作目のシリーズです。で主題歌同じなので、ちょっとアレンジがもちろん変わってますけどもね、開始主題歌は同じものを使っているので、まあ亜生さん作曲ということで、終了主題歌の方は芹沢博明さんが担当したんかなね。で通してみて思うことはですね、とりあえず亜生さんに関してはほぼ何でもやっていらっしゃいますよね、それこそギャグ漫画から少女漫画からロボットもの、何でもござれっていう感じでやってらして、しかもそれぞれで代表曲みたいのがあったりして、さすがにすごいな、まあそういう方だから、ね、ベスト3に入るぐらいの依頼があったんだろうというふうにも言えますけどもね。でもう一点思うのはですね、あのランキング下位の方、下位っつうかな、ベスト10の下位の方の方々のその仕事っていうのは、必ずしも開始主題歌と終了主題歌全部担当するとかそういうのではなかったですよね。まあそれそういう時代だったわけですよ。で亜生さんに関しては割とこう昭和50年代に入ってもやってらっしゃったりするのですが、丸ごと亜生さんが主題歌を担当してるという番組が多いですね。ざっと眺めて違うのは、まあ、再放送版サザエさん、これはもう元々亜生さんの番組ではないので、しかも漫画日本昔話、これも元々ね、開始主題歌とか終了主題歌北原淳さんがやっていたのでね。それからかぼちゃワイン、これはまあオープニングの方は甲斐野さんがやってるんでね。それからとんがり帽子のメモル、これもオープニングの方は古田さんがやってるので、まあ、それぞれ甲斐野さんなり古田さんなりが終了主題歌をうまく作れなかったのかもしれないっていう感じですよね。それから秘密のアッコちゃんの新シリーズはまあシリーズ自体が変わっているので、で、亜生さんは何だろう、終了主題歌までやる気にはなんなかったのかな、ね、それとも時代なりにこう新しい感覚の、ね、音楽を終了主題歌でやりたかったのか知らないけれども、ね、いずれにしてもそういう限られた番組だけですよね。あとは多分全部亜生さんが主題歌担当してんじゃないかな。都合33番組担当してらっしゃいますがね、33番組34、まあ33番組ですけども、中でねキングコングと親指ともは中で2番組あるので、まあまあそういう感じでいくと34番組になるわけですけど、その33番組のうちですね、亜生さんが丸ごと主題歌担当してないのっていうのは多分その5番組だけなんですよね。そういう感じですよ多分。まあ細かくあの集計しているつもりですけど、もしかしたら抜けがあるかもしれませんからね、集計ミス多少あるかもしれませんけど、おおむねこんな感じだと思うんですよ。だからまあなんつうんだろう、主題歌を引き受けるにあたってはその番組の世界観全部やるよ俺がみたいな感じがあるのかもしれませんね。それか任せる方がそういう風に任せちゃうのかという感じだと思うんですけどもね。さて2位の方はこの方です。菊池俊介さんですね。この方ももう絶対に上位、ね、ベスト3に入るだろうって予想してた人多いと思います、ね、まあ理の当然の2位でございます。つうか2位なのっていう感じの人も多いと思いますよね。1位じゃないの菊池さんって思う人もいるかもしれません。はい。
34番組担当してらっしゃいますが、それを顔ぶれを言うと宇宙パトロールホッパーでまず参入されてね、これ昭和40年かなの東映動画で参入されて、次がタイガーマスク、間ちょっと結構空いてますねこれね。でバビル2世、ここも結構間空いてるんですよね。でミラクル少女リミットちゃん、この辺から詰まってきますけどね、心臓人間キャシャーン、サムライジャイアンツ、ゲッターロボ、ウリクペン救助隊、ハリケンポリマー、テントウムシの歌、ラッセーヌの星、ゲッターロボ G の方ですね。まあ似たような番組なんでね。アラビアンナイト、シンドバッドの冒険、 UFO ロボグレンダイザー、大空魔竜ガイキング、ポールのミラクル大作戦、ドカベン、惑星ロボダンガードエース、氷河戦士ガイスラッガー、激走ルーベンカイザー、東証ダイモス、 SF 最有機スタージンガー、ドラえもん、これはあのテレビ朝日版のドラえもんですね、日テレ版ではないテレビ朝日版のドラえもん、 SF 最有機スタージンガー2、ここら辺もね微妙なんですよね。ゲッターロボとゲッターロボ G もそうですけどもね、まあ一応分けました。それから燃えろアーサー、そして燃えろアーサー白馬の王子、ここも微妙なんですよね。まあ一応分けました。本当は分けない、分けるべきではないのかもしれないですね。めちゃっこドタコン、ドクタースランプ、あられちゃんですね、タイガーマスク2世、忍者ハットリくん、我が青春のアルカディア、無限軌道 SSX、 お化けの Q 太郎、ウルトラマンキッズのことわざ物語、ウルトラ B ということで、まあ菊池さん34番組で数えましたけど、割と微妙ですよね、数え方によると思うんですよ。例えばゲッターロボとゲッターロボ G ってね、人によって考え方によって同じ番組でちょっと解題しただけじゃないの、題名変えただけじゃないのって感じですしね、開始主題歌は同じだしね、まあ、終了主題歌変わってますけどね。それからスタージンガーとスタージンガー2もそういうところあるし、まあ、燃えろアーサーについてもそういうところある。だそれぞれまあ主題歌が多少変わってたりするのでね、一応分けましたけど、この辺は人によって数え方変わってくると思うので微妙ですね。ただ言えるのはやっぱり菊池さんもまあ亜生さん同様一通りのジャンルをやってらっしゃるっていうことですよね。それこそ少女ものもあれば SF ものもあればスポーツものもあればね、ギャグ漫画もありっていうところで、もう本当に何でもやってるっていう、まあそのぐらいの人じゃないと30番組以上でベスト3に入るっていう風にはならないということですかね。でもう一つ、まあ特筆すべき点っていうかな、やっぱりこれも亜生さん同様ですね、菊池さんも主題歌全部丸ごと受け負ってるっていう番組がほとんどです。違うのはサムライジャイアンツ、これはあの後期主題歌が正岡和夫さんっていう謎の人がやってますね。それからドクタースランプ、これは初期終了主題歌のあのあれれれあれあれのあられちゃんの歌ね、あれをサタンタさんっていう人がやってます。他はみんな菊池さんなんですけどね。それからお化けの Q 太郎、これもカラーのお化けの Q 太郎ね、新映動画版のお化けの Q 太郎なんですけど、まあこのお化けの Q 太郎に関しては最初竜道さんがやったけど、新しい主題歌になるときに竜道さんがなんか作れなかったんだか作らなかったんだかで、それまでのね、新映動画版の藤子ものをね数多く担当している菊池さんが請け負ったって形なのかなと思うんですけども、結局菊池さんに関しても34番組中ですね、他の方が主題歌を一緒に担当しているのはたった3番組だと思います。もしかしてあの調査ミスがあるかもしれませんけど、あったにしてもそれほど多くないと思うので、大体こんな感じだと思うんですよ、傾向として。亜生さん同様にその主題歌を受け負ったらば、その番組の主題歌全部丸ごと受け負うよっていうところだと思うんですよね。そのぐらいの人だからこそ30番組以上選ばれるっていうかな、あの依頼が来るっていう感じなのかもしれないですね。ちなみにじゃあサムライジャイアンツね、
なんで菊池さん、最初から菊池さんなんだけど、なんで途中から正岡和夫さんに変わったのかっていうことに関しては、まあ、これは昭和アニメソング誌の方で少し私の見解を申しましたけど、実はこの正岡和夫さんって渡辺武雄さんじゃないかなって話でね。で、このサムライジャイアンツって本当は巨人の星のリメイク版みたいなもんなので、で巨人の星であれだけの大ヒットを飛ばした武雄さんがね、渡辺武雄さんが請け負うのが本当のところだけど、多分渡辺武雄さん手がいっぱいだったかなんかで、で菊池さんに話がいったぐらいの感じなのかなと私は思っていて、だから菊池さんもね、まあその武雄さんであろう正岡和夫さんがやるのも了承したっていう感じなのかなと思ってます。それからドクタースランプについては、サタンタさんっていう人は、あの終了主題歌、初期終了主題歌のサタンタさんって人は、シモン・マサトさんらしいんですよね、どうも。ということは、シモンさんと菊池俊介さんってつながりあるでしょ、仮面ライダーの主題歌でね。なので、これについても、あシモン君がやるならいいよぐらいの感じだったのかなっていうね。どちらも、だからその、菊池さんがそんなに簡単に他の人に任せないっていうところがあるのかな。でも任せる人っていうのはやっぱりそれなりの理由があるのかなっていうふうに思いますね。でお化けの Q 太郎についてはね、最初は宇崎さんだったんで、後から菊池さんなのでね、多分最初から菊池さんがやってて次宇崎さんっていうふうにはこの流れから見るとならなかったんじゃないかなと思いますよね。そのぐらいの感じじゃないかなと私は想像しております。さあそしていよいよ第1位の方なんですけども、この方でございます。渡辺武雄さんです。まあ、ここまで来ればね、もう皆さん大体想像つきますよねということなんですけど、実は武雄さんも34番組なんです。あれ菊池俊介さんと同数じゃないかっていうことですけど、おいおい説明しますね。だからトップ3がどれだけその拮抗してるかってことですよ。亜生さん33、菊池さん34、武雄さん34っていうことですからね。しかも亜生さんにおいては33番組ではあるけど、あのキングコングと親指ともやってるんで、細かい番組数でいうと34だったりするので、だから考え方によっては、あの都合よく考えればトップ3皆さん34番組とも言えるんですよ。ものすごい拮抗状態なんですよ。で、じゃあ渡辺武雄さんのね、どんな番組かっていうのを見てみますと、まず最初ゼロ戦ハヤトです。もうこれ昭和39年非常に早い段階で武雄さん参入されてます。まあ、それからちょっと間空きまして、巨人の星、もうここで大ヒットを飛ばしてバンバンアニメ主題歌、テレビ漫画主題歌をやるようになるわけですけど、怪物くん、これはですね、もともと堤恭平さんがやっていたんですが、夏場のあの温度、怪物くん温度だっけを武雄さんがやってますね。おそらく恭平さん温度とか作る気なかったと思うんですよ、ね、それで武雄さんにお鉢が回ってきたんだろうと思いますけども。それからアタックナンバーワン、ね、巨人の星とともにスポコンものの名作で、主題歌もどちらも大ヒットを飛ばしたというね、アタックナンバーワン。それから魔法のまこちゃん、天才バカボン、原始少年龍、これは名義は大塩純名義になってますけども、あの渡辺武雄さんだってことは確定してますので間違いないということで原始少年龍。それから赤胴鈴之助、これは開始主題歌はあの古い方ラジオ版の時からの金子光雄さんが作曲してますけども、まあ、それの編曲とかあるいは終了主題歌を全部渡辺武雄さんがやってますね。それからミュンヘンへの道、荒野の少年イサム、キューティーハニー、アルプスの少女ハイジ、魔女っ子メグちゃん、フランダースの犬、少年徳川家康、元祖天才バカボン、キャンディーキャンディー、アライグマラスカル、新巨人の星、家なき子、無敵超人ザンボット3、ペリーヌ物語、魔女っ子チックル、無敵超人大ターン3、機動戦士ガンダム、新巨人の星2、ベルフィーとリルビット、ハローサンディベル、若草の4姉妹、ミームいろいろ夢の旅、レディージョージー、ピュア島の仲間たち、およ猫ブーニャン、
森のトントたち以上でございます。まあ、ざーっと見て言えるのはやっぱりこれも亜生さんや菊池さんと同じですよね。もう全部どんなジャンルでもいいよっていうことですよね。もう少女漫画あればスポーツ漫画あり、ロボットものもあればね、ギャグものもある。しかもその全てにおいて代表曲みたいのがあるという、そのぐらいの方なので、まあ皆さんそうですけど、ベスト3の皆さんそうですけど、そのぐらいの方なので30番組以上頼まれる、ね、しかも頼まれる時は主題歌丸ごと頼まれるっていうことになると思うんですよね。そう、この渡辺武雄さんも他のお二人と同様に主題歌丸ごと担当しているものばかりです。ほとんどそうです。違うのはまず怪物くんは、これもともと恭平さんがやっていたものをに、ね、武雄さんがね後から参加したんですからね、先ほど言いましたように。それから赤胴鈴之助も先ほど言いましたように、もともと金子光雄さんが作曲した作品に、まあ、渡辺武雄さんがね、ちなみにそのラジオ版とかの元の主題歌の編曲の方は武雄さんのお父さんの渡辺浦人さんがやっているので、そのつながりでもあるわけですけどね。とにかく赤胴鈴之助はもともとつながりがあった番組だし、で後から参加した番組なのでっていうことですね。それから荒野の少年イサム、これは非常に謎の番組なので、昭和アニメソング誌の方でも言ったけど謎のレコードだったりするんでね。ただ武雄さんは開始主題歌やっていて、終了主題歌がね他の人って北原純さんってことで、まあそこで折り合いがついてるのかなっていう気はしますけども、ちょっとこのイサムについてはなんかきな臭い匂いがプンプンするんですけど、その細かい事情というか真実は未だに明らかになってないですね。多分一生明らかにならないかもしれないですね。でそれ以外のもの、怪物くん、赤胴鈴之助、荒野の少年イサム以外の31番組については武雄さんが全ての主題歌を担当しているはずですね。まあもしかしたら細かいところで調査ミスがあるかもしれませんけど、おおむねそんな感じだと思いますよ、ね、だからベスト3の方々共通しているのは、どんなジャンルでも受け負うし、しかもそれぞれのジャンルで代表曲みたいなのを出してるしっていうことですね。で主題歌を受け負った場合はほぼ全てのものを、ね、開始終了それから新主題歌含めて全部をほぼ受け負うよっていうところですね。受け負わない場合っていうか、その人以外のベスト3の人以外の人が主題歌に加わるときには何かしらの理由があるよっていうことですね、多分ね。それか後から加わる、その人たちがね、ベスト3の人が後から加わる場合は、まあ、その限りではないけれども、最初にその人たちがやってる場合、他の人が入ってくる場合は何かしら理由があるんだぞっていう感じですかね。さてでは なぜね、菊池さんと渡辺武雄さんと同数なのに渡辺武雄さんを1位で発表するのかっていうところですけど、まず菊池俊介さんの方、さっき申し上げたようにちょっと考え方が微妙なその番組数が結構あったでしょ。これは同じ番組でカウントすべきじゃないかなっていうのが複数あったじゃないですか。そこのところもありますし、でまあ一番大きな理由はですね、このリストにないんですけど、先ほどちょうどその菊池さんのところでちょっと触れましたけど、サムライジャイアンツの新主題歌ね、王者サムライジャイアンツとその副主題歌ですね、王者の星が俺を呼ぶの、あれは正岡和夫さんって名義になってますけど、ほぼ間違いなく渡辺武雄さんだと思います。実はこれまだ確証が出てないので、いろいろね、武雄さんに関して詳しい人々が調査はしてるんだろうけど、まだなぜか確証が出てないみたいなんだけど、まあほぼ間違いないと私は思うので、だから一応34番組というふうには発表しますが、実質35番組だと思ってください、ね。まあ、もしこのあとね、実はその正岡和夫さんって渡辺武雄さんじゃなかったよってことが確定した場合には、武雄さんと菊池さんとで、まあ、34番組同数1位と
いうことになります、うん、まあ本当はそういうふうに発表すべきなんでしょうけど、多分もう私ほぼ間違いないと思ってんで、あれは武雄さんだとほぼ間違いないと思ってるんでね、まあこういう感じで発表させていただきました。さあこのテレビ漫画主題歌の担当ランキング、作詞家編作曲家編ときました。残るは歌手編ですね。一体誰が一番多く昭和のテレビ漫画主題歌を歌っているのかっていうね、意外と分かってそうで分かってないですよね。私もこれから細かく調べるので非常にワクワクしてますけどね。まあこの作曲家編も作詞家編もそうでしたけど、個人的に一番私がワクワクしながらやってました。